僕らはさ何も使っていない。ウェルビーイング、それは体も心もそして周りの人々も幸せに満たされる生き方。沖縄クリップ沖縄セルラーがお届けします。こんにちは。お久しぶりです。沖縄の伝統工芸やちむんが盛んな読谷村に琉球ガラス作家の横田さんの姿がありました。ちょっといいのが仕上がったんで持ってきました。はい、見せてください。はい、影が風鈴の本体と合わせた感じで、うん、音がすごい、めちゃめちゃいい感じです。可愛いですねありがとうございます横田さんが作る風鈴は3つの沖縄伝統工芸で1つの作品になるそうです。風鈴本体は琉球ガラスで、舌、音を鳴らす部分はやちむんで、風を受ける部分が紅型を使って風鈴を作ってます。焼き物もすごい好きで、好きな作家さんと何か自分でこう一つの作品をできればと思って。一つのアイデアが浮かんでも実現するのはいろいろと大変。やっと形になったのが風鈴なのだそうです。伝統工芸の素敵なコラボ。ガラスだけでできた風鈴とは違った音色、これも素敵ですね。普通はガラス同士だったりとかまた違う素材もあるんですけれど、なかなかやちむんの舌っていうのはないですよね。これはすみれさんからご提案いただいて、それは面白そうだなと思って承諾させていただきました。なんかこういうコラボしたいと思った時にできないことは多々多々っていうか今までそればっかりだったと思いますOK いただけてまさかので実現したっていう感じですかね。これからもいろいろな分野の作家さんとのコラボレーションを行いたいという横田さん。人と人がつながり、ウェルビーイングな輪が広がりそうですね。私の幸せが誰かの幸せにつながる心地いい生き方。沖縄セルラーの提供でお届けしました。